ベンゴジーノは、ポーランド北西部の西ポモージュ県ボベス郡にある基礎自治体。町役場は、ベンゴジーノ集落にある。ボベス町の南約1 2トル県庁所在地のシチェチンの東約6 7トルに位置する。町の面積は256.19平方キロメートル、2006年の総人口は7316人で、ある。そのうち、 弁護士の集落の人口は3011人、農村部の人口は4305人である。町内の一部は、インスコ警官公園と呼ばれる保護区に指定されている。西ポモージュ県のほぼ中央部に位置する、ボベス群内にある。グランドも霊園上に広がり、多くの丘陵、湖、盆地が見られ、1ヘクタール以上の面積を持つ湖だけで27、ある。 湖と周囲の森林が織りなす優れた景観は、自然保護地域として保全されている。ベンゴジーノ町は、中心集落のベンゴジーノのほか、以下の集落からなる。ベンゴジーノ町は、ホチベル、ドブラ、ドラブスコポモルスキエ、インスコ、ウォベス、ラドボマウェと隣接する。農業が主体であったが、東欧革命以後は、個人経営の小売業、運送業、 建設業が増加している一方、ポーランド国内の都市やドイツなど、西側諸国へ職を求めて流出する人も増えている。特に若年層の流出が多い。失業率は2000年時点で23.0%に上る。東欧革命以後、カラーテレビや冷蔵庫などが各家庭に普及し物質的な豊かさがもたらされた。しかしながら、共同体的性格が薄れ、 経済的不平等が生じ、治安の悪化やアルコール消費量の増大、家庭崩壊などに人々の不満の蓄積が現れている。弁護人のを含むポーランドの北部から西部にかけての地域は第二次世界大戦中ドイツ領であったが、大戦後はポーランド領となり、計画的に国営農場が作られた。東欧革命により国営農場は民営化されたが、その過程で、 人員削減が行われ、農業以外の雇用が限定されていたことに加え、市場経済に適応できなかったことから、様々な問題が紛失した。1990年代の農地面積は1万5千ヘクタールで、うち8割が畑作地、残りは草地である。国営農場時代は町内に5つの農業コンビナートが形成され、1200人ほどの労働者が雇用されていた。 農業コンビナートは、ライ麦中心の穀物栽培と、牛豚などの家畜の飼育を行い、飼料や家具の製造、木材加工もいった。農業コンビナートに属しない、個人農も約300人いたが、零細経営が多かった。東欧革命以降は、農業コンビナートは民営化し4つに再編、飼料製造などの工業部門は分離した。 労働者は480人に激減、国からの補助金は大幅に削減された。肉需要の減少、輸入農産物との競合、生産コストの増大と設備更新の負担など、経営の不安定分子は多い。農業の衰退に伴い、空き家や工作放棄地が増加している一方、新しい農業施設も建設され、対照的な景観を呈するようになった。 観光業は1990年代以降、新たに盛んになってきた。湖には、カキを中心に、キャンプや釣り、水泳に訪れる人が多い。国営農場時代から、町内のチェシーノに、レストランと宿泊施設を持つ、休暇施設があり、シチェチンなどからバカンスに訪れる客が利用していた。この休暇施設は1990年以降、ポーランド農地管理庁から借り受けた個人が、 経営している。他に二つの宿泊施設がある。また、都市居住者によって別荘の建設が増えている。ありがとうございます。